皆さんこんにちは、ジュディ・ヨングです。今日はですね、私の人生の節目の時にいつもそばにいていてくれた私の愛犬パールのお話をしたいと思います。お洋服が曲がってるって違う、こういうデザインなんです。ちょっとまっすぐになっている服をわざとクッと曲げて裁断してあるお洋服でございます。これ入ってるんですけど、クッとこう切ってあるんです。どうぞご心配なく、ずれてるわけではございません。こんなようなデザインでございます。 Welcome。 さあ、お話を本題に戻したいと思いますけれども、パールはミレニアムガールです。2000年の時に私に来ました。で、ちっちゃい時から本当にもういろんなことをチャレンジしてるワンちゃんで、私のところに来てですね、彼女を私がもらって、迎えに行って帰ってきた時には、母が、あなたこれから3ヶ月お休みしてこの子のお世話をしなさいと、じゃないとママの犬になっちゃうって、その話をしたことがあると思いますけれども、私は本当に3ヶ月お休みをいたしまして、それでパールの育児に当たりました。これはその孫になりますけれども、それで、アポロちゃん飽きちゃった？大丈夫？そういうわけでして、そのパールを本当に手がけて一生懸命育てたんですけれども、台湾大地震があった時に私慌てて台湾に帰って、そして日本の帰ってくる時に、向こうのみんな現地を見て回ってきた時のあの痛みというか、それをですね、日本の台湾に行ったことのある歌手の皆さんに電話をして、それでご一緒にみんなでチャリティーコンサートをしていただいて、で台湾に寄付に持って行ったりした時の、その毎日帰ってくると疲れてると、パールが横でよく頑張ってねって、激励してくれたんですね。そして四川大地震があったり、私たちのこの日本が、3.11 があったり、その時もいつもパールがそばにいてくれました。あの時は本当にもう、ママ早く行きなさいって、もう台湾に助けを求めに行くしかないっていう、その目をずっと私の目を見てるんですね。というのは、日本はもう本当にあの時人がもう動くのも大変で、車はない、それから歩いていく人の頭がずっとこう川のごとくに黒い頭が流れていくっていうか、人々が歩いてるのが早く歩けないから、ゆっくりゆっくりその黒髪がですね、行くんですね。それを見てた時に、あ、これは10年も大変だろうなと思って、日本の中ではもうどうにも、コンサートもできないし、お願いするところもなかったので、じゃあもう台湾帰ろうって言って、台湾に助けを求めに帰るのに、もうそれは大使館にお願いをして、なんとかさせてくださいっていう話をするところに至るんですけども、それをですね、いつもそばで見ててくれたのがパールでした。でも彼女との別れがあった時は本当に辛かったんですけれども、不思議な出来事は、実は今日はこれでお話がしたかったんですけれども、前に一度アイリスちゃんがうちに来る経緯をお話したことがあるかと思うんですが、ちょっと日数的で面白いことがあったんです。パールの命日、1月の28日です。今日はその話なんですけれども、そこから四十九日を終えて、パールは私のことをすごい心配してたんだと思うんですが、上に行って2週間で仕込むんですね。子犬は、この子のお腹に仕込もうっていうことをしてくれたんですね。で、お見合いをして、そのワンちゃんが、赤ちゃんをお腹にこう宿るんですけれども、大阪の子でした。で、私は、ね、その時まだ赤ちゃんがいるってことも全然知らなくて、ただもうひたすらに悲しい思いを持ってた時に、もう動かなくなってしまってたので、大丈夫ですか、なんか後ろでそうしたらば、もう私のトレーナーの先生も、それから主治医の先生も、それから獣医の先生も、ジュディさん、もうそろそろ次の子を迎えになっても大丈夫ですよ。大丈夫よ。きっとね、パールちゃんが絶対そうやってやってくださってるからって、そういうことを言われたんですね。
でもなんか心のどっかで、でもパール、と思ってたんですが、まあ電話してみるかって、電話して、ブリーダーさんに電話をしたら、あ、ちょうど赤ちゃんが生まれたところです。来月で2ヶ月になりますから、どうぞ見にいらしてくださいって、大阪でした。で、それが、結局2ヶ月お腹にいるもんですから、逆算していくと、パールが亡くなって四十九日、2週間経って、そっから2ヶ月が、アイリスが生まれた日なんです。私、本当にびっくりして。でもまあ、そのことは、その時は知らずに、アイリスちゃん迎えに行きました。お家に連れて帰ってきました。そしたらアイリス、我が家に着いたら、トッ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 トって歩いていくんですね。どこ行くんだろうと思ったら、この、私の描いたスケッチですけども、パールを一生懸命描きました。このスケッチの前まで、お人形さんとかもパールの、おもちゃがたくさんある、バスケットがあるんですけど、それを通り過ぎて、ここまで行って、チュッてしたの。その写真が出てきたんです。まあ、私もよく撮ってたなと思ったんですけれども、その写真が出てきて、あ、皆さんにお伝えしようと思います。そんなことってあるんですね。私、びっくりしました。自分の目がもう、信じられないなと思ったけれども、アイリスがチュッ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 って言って、パールのここにチュッとしたんですね。ご挨拶したの。で、その時に、あ、間違いなくこの子のうちに来るワンちゃんだったんだなって、そう思いました。そのアイリスも大人になって、子供を5匹産んでくれて、で、この子はですね、アポ、アポ、アポちょっと起きて、アポちょっと起きて、嫌だよって言わないで、この大きなアポロが、実はアイリスの長男で、で、アポロが2日間の間に、ちゃんと X-ray 撮ったんですよ、参道から出れるようにと思って、あ、このサイズなら頭大丈夫ですねって言われたアポロが2日間で頭大きくなっちゃって、アイリスはすっごい大変なお産をしたんです。もう苦しくって苦しくって。で、私はもうどうにもならないアイリスを見てて、ああ、どうしようどうしようってもう涙しか出なくて。もう苦しい。苦しいって言うんですね。その時にお産婆さんが来ててくださったんですけど、ジュリス、ほらもうダメですと。ともかく医者行きましょう。第一子がダメでも、まだ下に4匹いるし、アイリスの体のことを考えたら、早くお医者さん行きましょうって言ったんです。その途中、忘れもしない。もうアイリスのお腹が、お尻が変な格好になってしまって、私、ああ、どうしよう、アイリスのお尻が変な格好になって出っ張っちゃったって言ったら、後ろにいた、その先生がですね、お産婆も手伝ってくれる先生が、ブリーダーの先生でもいらっしゃるので、何ですって？お尻が出っ張った？ジュリーさん、こっち向いてって、アイリスのお尻こっち向けて、パーって見せたら、タオルって車寄せて、この子が私の膝の上で生まれたんです。アポロです。大変だったね、アポロくんね。でも、おかげさまで5匹とも全部元気で、今は我が家にこの子が残って、マネージャーさんのところに1匹行って、そして後の3匹は年に1回ちゃんとお誕生日とかを、まあ、コロナでちょっと、間1年空いちゃいましたけれども、先立ても、みんなで一緒に会いましてね。本当に元気な子供が5匹。まだ、現役っていうか、バリバリの5匹がですね、アイリスの血を継いでくれています。まあそんなようなわけで、私にとってやっぱりワンちゃんというのは、人生において、いつもこう大変な時に必ず、プラスパワー、ポジティブパワーをくれる大変な存在だったんです。なわけで今日は、パールの命日が1月の28日だったので、パールのことをちょっと思い出しながら、皆様と一緒にシェアしたいなと思ったので、お話をさせていただきました。ね、パール？さっきね、あ、でも、信じていただけるかどうかわからないけど、マネージャーと二人で見たんですが、白いものがふわっと通っていきました。パールちゃん、ありがとうね、来てくれて。今日はそんなわけで、ちょっと懐かしいお話をさせていただきました。また見てください。ここに、ここですね。登録してくださいね。それではまたお会いしましょう。バイ。